今回は、これのレビューじゃないんですけど、ちょっと実際外で使ってみて落としそうになったので、その対策方法をご紹介します。ね、結構滑るんですね。この辺ツルツルしてて。ご紹介するのが、このグリフォンナロー滑り止めのゴムシートみたいな感じですかね。もうこれちょっと以前使ってるんで大丈夫なんですけど、結構こう触ってみても分かる通り滑りません。滑り止めになります。で、これの、長い一番長いやつの1枚ここに GP リビングここに貼り付けてます。で、これでここに貼り付けた理由は、使っててこう持った時にちょうどここにこうここに指が引っかかるんですね。でちょうど滑り止めになるかこういう感じですね。アクロバティックになっちゃう。で、まあ、滑って落とすことはないだろうと持ってここに貼り付けてます。で、もう一つ嬉しいのが、貼り付けてるとまあ机の上に置いててもこう簡単に動いちゃうことはないです。なんかこう当たってこうポトッと落とすとかそういう心配はなくなります。で、これ実際使ってみると結構良くて、これもう一個この辺にここに貼っつけてもいいかもしれません。まあちょっと試してみます。で、これ自体はまあ Amazon で買えるので、購入先のリンクを一応概要欄につけておくんで、そこを見てください。